今日は本来ですね、郡内尾形の2枚目のレコーディングということで、はい、みんなで集まる予定だったんですよ、はい、でもね、あのリモアで各自自宅でレコーディングできるんちゃうかっていうことで、はいはい、今進行してて、はい、で今日はあのみんなもう来なくていいよっていう連絡をしてたんですけど、はい、本人だけに連絡が行ってなかったとごめんなさい。いや全然全然です。もうそれでだから本人だけ来てくれたという状態で、これどうしようかとどうしようかと、とりあえず来ちゃったんですよ。とりあえずこれでね、あのまず消毒しましょう。あ、なるほど。これアルコール、アルコールなんですよ。アルコールですかそれ。いい匂いしそう。酔っ払うんで、いつも飲んでる。もう酔っ払ってます。2本開けてきました。そうなんだよ。これね、パフィオン君が話してたんだけど、はい、これおしゃれなあれでしょ。すごいですねそれ、はい、これね、もう売ってないの今、あのいわゆるほら白いボトル入って、あ、なるほど、そうそう、あのでかいやつ、うん、あ、売ってなくて、でも詰め替え用のだけ売ってたのね。で俺元のやつはなかったから捨てちゃったから、お化粧用の多分のやつだと思う。なんか、あ、そういうことなんだ。そう、それをアマゾンで買って、2つ別に買ってこう詰め替えて香水かなと思いました、ね、まあ我々ミュージシャンもね、一応日々やってきたことで続けられることっていうのはね、うん、やっぱりやっていきたいよね。そうなんですよね、うん、でなんか今ミュージシャン結構配信とかめっちゃ増えたね。めっちゃ増えましたね、うん、もうみんなやり始めたね。僕もずっと垂れ流しの配信をずっとやってたから、うん、それもやってるんだけど、なんか いいことですよね。そうね、そこでまた見える人も増えたし、そうですね、うんうん、みんな家にいることにもつながってますね多分。そうだね、ネットになろうがストリートだろうがライブハウスだろうが、やってることとかミュージシャン自身が持ってるものは変わらないんで、そうですね、逆にそこがあらわになっていくし、うん、よりなんていうのかな、実力選別されていくっていうわけじゃないけど、ね、なんか、うん、今までライブハウスの中でなんか 割とこのライブとか小さい世界の中ではいはい、はい、やっていたものがもうちょっと広いフィールドで言ってることなんのかな、はい、でそこでのコンテンツ力みたいなのが、いやもう僕そういう意味では路上でずっとやっててよかったマジで、どこで歌ってもできるだよね普通に iPhone で撮ってる作品になってるもんね、うん、なんかそこら辺のなんか管理がついたなっていうそうだよね、うん、ああなんかそのラジオね、声の配信は始めたけど、はい、なんか YouTube とかの方はなんかもっと、まあ、ここでこういう感じでね、うん、あと自分のチャンネルを持ってて、あ、持ってます持ってますね、時々あのそれこそストリートの弾き語りの動画をこうスマホで撮って、はいはい、そうですね、ストリートの動画と今ライブの動画ぐらいしか上げてないですか、うん、何 YouTube はなんだろう、抵抗あるわけじゃないけど、例えば僕が、うん、ね、毎日投稿し始めてわけわかんないことばかり言う動画をバーってやる、なんかね、こうブランディングできない人間なんですよね、あ、僕自身が、はあはあ、それでどちらかのも嫌だなと思っちゃって、あ、別のチャンネル作ってならいいかもしれないですけどね、あ、もう、うん、YouTuber としてみたいな、YouTuberとしてのキャラクターをね、はいはいはい、それなんか今まで積み上げてきちゃったものが割とそういう曲が強すぎる感じの活動をしてきたから、そうだよね、そこってこうそこの転換をしたいっちゃしたいけど怖いというか、うん、どうすればいいのかも分かんないし、俺この間ねけどふと思ったんだけど、郡内尾形のそのブランディング的なとこで、うん、ブランディングって言うとちょっとやらしいかも、だから普通に郡内尾形の丁寧な生活、あの、はいはい、インリビングちゃんっているじゃないですか、リリカちゃん、あ、はいはいはい、うん、あの子ほらとつとつとほらお家で家事とかしてるじゃん、うんうん、どうもやってるじゃないですか、あのでね、あの今回のアルバムの僕ジャケットを見させてもらって、すごい素敵なイラストなんですよね、生きててくれてありがとうねっていう、うん、生きててくれてありがとうねっていうタイトルなんですけど、そうですね、そのジャケットが今回イラストでね、はい、仕上がってきて、それを見せてもらったんですけど、はい、ほんとこう真っ白な画面に手書きのすごいシンプルなイラストで、あれ洗濯
あれ選択してる、ね、まああれまだ草案状態なんで、うん、本番がどうなるか分からない、うん、基本ああいう感じのテイストになると思う、うん、だからすごいシンプルで、すごく生活感はあるんだけど、うん、なんていうか生活感はあるけどすごく清潔感があって、はい、で今話して一瞬思ったのは生活感があってけど清潔感があるって今求められてる今全世界がそれしろって言われてるような気もするんですよね。だからその生活感ありつつ清潔感があるシンプルな丁寧な生活の仕方みたいなのをなんとなく軍内尾形が見せれるんじゃないかなとあのジャケットでね。あ、なるほどね。うん、めっちゃ汚いですからねミュージシャンが丁寧な生活をするみたいな。だからその台所からまずちょっと掃除をしてみます。そうそう汚ねとか言ってこう向かってって、うん、それはいいかもしれないですね。そうそう、もう自分の今の状況からよっしゃ俺はこの時代にいいかもしれないですね。綺麗な生活を清潔なミュージシャン、それはいいかもしれない。なんかいかに金かけずね。そう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 。ちょっとずつさ、ここ今ベッド周り片付けましたとかさ、なんかそういうやつをこうなんか YouTube で上げていくことはできないのかな。ああ面白いかもしれないですね。タイトルなんだろう、なんかなそういう感じ。うん。軍内尾形の丁寧な生活をミュージシャンがやってるみたいな。一番したいんですよ、それを今年今年もう本当に。あ本当に？部屋に花とかパセリとかすなりあそうやはり、あ部屋にだけでこうじゃパセリ置いて。思ってた。さすがプロデューサー。そうそうそう。でも繋がってます、ね。そういうことです。そうなんかそういうことね。ちゃんとそれやろう、やりたいな、見たいなそれ、うん。なんかそういうのしたいです。どんどん綺麗になっていく。どんどん綺麗になっていく。うん、なんか。そういうのはなんかいいです。ちょっとじゃあ やりましょう。なんかやりましょうやりましょう。それはちょっとやりましょう。そっちのチャンネルでもいいんで、うん、それやろう。ジョミちょっと撮影の仕方なりならないちょっと、ね、考えてね。とりあえずじゃあちょっと汚くしててまだ。そうですね、すごい汚いんでいやーそれだって軍内尾形の部屋が綺麗って思うだけでいいもん。それはなんかいい裏切りですよね。今まで多分見てる人って、うん、ギャップもめちゃめちゃもうそのままの生活してるから。そうだね、どんどん綺麗になってどんどん綺麗になっていってどんどん貯金してみたいなどんどんやばいね、まともになっていく来たねみたいな。じゃあそんなわけで、はい、もうせっかく来ていただきました。今日何もあとやることはありません。すいません、はい、わかりました。はい、すいません、ありがとうございます。ちょっとそういうわざわざ、はい、そういうことを進めたりしつつでやっていきましょう。これからもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今夜はゆっくりお酒を飲もう、隣にいない君と話そう。旅をしないのはお金のせいです、恋をしないのは誇りのせい。大人になったら何になろうかと大人になっても考える。10年前の哲学とビールと変わらない信号機。おやすみおやすみ。来ちゃっても必要なら言ってよね。結婚しよう。